はい、動画をご覧いただきありがとうございます。ウルトラシゲモンです。こんばんは。今日開けていくのはこちらですね。はい、こちらは京都鉄道博物館限定の B トレインショーティー345ですね。京都鉄道博物館の限定 B トレの動画は過去に2本アップしています。それの最新版が出ましたね。こちら345です。でここに入っている車両は、京都鉄博のトワイライトプラザに保存されている車両が入ってますね。じゃあ早速パッケージから見ていきたいと思います。はい、じゃあまず3からいきましょう。ででん。はい、トワイライトエクスプレスの EF81-103号機ですね。でぐるっと回って裏側はこう、オハ25の551号車。あ、確かに551ありましたね、うん、551とか言った覚えがある。はい、トワイライトオハ25551、大阪といえば551ですね。はい、続いてこちら同じくトワイライトエクスプレスのスロネフ25501号車。ぐるっと回って、はい、カニ24、12号車ですね。うん、こんな感じ。はい、続いて5番。5番はトワイライトじゃなくて EF65型1号機。そしてこっちがトワイライトね、寿司24、食堂車か、食堂車が入ってる。だから、トワイライトプラザに保存されている車両がここにギュッと詰まってるわけですね。トワイライトエクスプレス5両と EF65 型ということか。でこれあのミュージアムショップに売ってるんですけど、これが一番在庫少なかったですね。最初前の方にこの4、5がいっぱい積んであって、あ、3売り切れてるのかなと思ったら、奥にこれがね数個残ってて、でゲットしましたけど。あ、そうそう、ほんで1個気になったことがあるんですよ。はい、ここ本商品はディスプレイ専用モデルです、動力ユニット及び走行台車には対応しておりませんということなんですけど、1、2もそうやったかな、ちょっと覚えてないんですけど、対応してないってことはなんかそういう部品なのかな。動力ユニット対応してないのはその動力ユニットが取り付けられへんような仕様になってるんですかね。そこをちょっと確認しながら組み立てていきたいと思います。はい、それでは組み立てていきましょう。久しぶりにこれ出しましたけどね。じゃあもうキットに関しては細かく見ないつもりです。多分過去に発売されたものが京都鉄博仕様で入ってるだけだと思うんで、もう ババッといきますよ。よいしょ。あー、いいですね、やっぱこれ。あー、このトワイライトの色やっぱかっこいいね。いい車両ですよトワイライトは。で僕ね、多分ねトワイライトエクスプレスと同い年なんですよね。だからちょっとね思い入れのある車両です。かっこいいですしね。じゃあもうほぼ早回しですけど、まず説明書。はい、説明書。あれ、これ多分動力ユニットと走行台車って組み込めるんじゃないですかね。説明書には組み込めませんっていう旨は書いてないですね。これはちょっとやってみないとわからない。とりあえず組み立てよう。あー、久しぶりの B トレやから楽しいな。はい、ちなみに付属のシールはこんな感じですね。あのそれぞれに違うものが入ってるんじゃなくて全部同じものです。共通シールですね。もうじゃあパパッといきますね。はい、というわけで完成いたしました。 B トレのトワイライトエクスプレスと EF65 ですね。はい、引いてみるとこんな感じです。うん、いいですね。トワイライトはやっぱかっこいいですね。でこれらの客車の実物はトワイライトプラザと引き込み線に展示されているということですね。はい、こちらが EF81 ですね。ぐるっと回ってこうですね。シールはですね、もう細かいところは省略しています。はい、続いてカニですね。 JR シールとここのシールだけ貼ってます。ぐるっこんな感じですね。続いて食堂車、寿司ですね。あ、寿司食いたいですね。はい、続いてオハ25551ですね。ぐるっと回ってこう、うん、かっこいい。で最後スロネフか、スロネフ、これもシール貼ってます。ででん、こんな感じですね。でちょっと詳しくないんですけど、この B トレのトワイライトと北斗星は単純に色が違うだけっていうのを聞いたことあるんですけど、実物もそうなんでしたっけ。はい、ほんで EF65-1号機ですね。これはノーシールです。はい、こんな感じですよ。いいっすね。第1弾第2弾と並べるとこういう風になりますね。なかなかいい商品ですよこれは。はい、というわけで京都鉄博限定の B トレインショーティートワイライトエクスプレスと EF65 それぞれ組み立ててみました。でどっちも普通の B トレなんで、組み立てはそんな難しくありません。で博物館仕様ということでちょっと塗装がテカテカしてる感じはありますね。はい、そして気になってたこれ、ディスプレイ専用モデルで動力ユニット及び走行台車には対応してないとここに書いてたんですけど、
パーツを見る限り走行台車が使えない仕様でもないですし、動力ユニットが組み込めない仕様でもなさそうですね。まあ、実際今挑戦してないので、組み込もうと思ったら組み込めないかもしれない。だからこれはまた後でやってみたいと思います。大丈夫だと思うんですけどね。やられた方いますかね。はい、というわけで今回は長くなりましたけども、こちら京都鉄道博物館のビートレ345を作ってみたよというお話でした。また動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画を見ることができますので、ぜひよろしくお願いします。それではさようなら。